はいどうも、中坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、まあクロタンハンデスなんですけど、まあハンデスよりはもう結構除去コンに寄ってる感じなんで、もう結構クロタンコントロールに寄ってきたかなと思います。はい、で、今回ですね、まあクロタンに新しいパーツがいくつか追加されましたよってことで、それが、止められる残機と、まあ逃げ場なしですね。はい、それぞれなんですけど、こいつが3マナ23の摂氏でプレイヤーに戦闘ダメージを与えたびにそのプレイヤーのライフを半分にしますよっていう効果と、こいつが死んだら麻痺カウンター2個置いた状態で盤面に戻しますよっていう効果の2つがあるんですよ。はい、でまあこれが相当強いと。はい、まあどういうところに強いかっていうと、まあ今までってまあこの3マナ生きというかクリーチャーですよね。うん、この黒タンのクリーチャーってまああんま強くないんだけど、コウモリを取るだったりとか、まあ分派の説教者をちょっと多めに取るだったりとか、まあ4マナの調査員、ハンデしながら調査トークンを置くみたいなやつとかね、その辺とかいくつかあったと思うんですけど、ただやっぱり今までの黒タンって問題がありまして、何がきつかったかっていうと、相手 のハンドゼロにすることができるんですよ。はい、ゼロにした後、まあ、山賊の才能のレベル2とかで、まあ、ちまちま削ることになるんですけど、遅かったんですよね。はい、それをめちゃくちゃ早めることができるカードなんですこいつ。はい、でかつ除去耐性があってミラーマッチとかにも強くて、例えばね、ベリアナオルとかに対しても、まあ、一旦死んで、まあ、麻痺カウンター2個置いた状態出てくるってことでマイナス2を1回吐かすことができるっていうのがありますし、まあ、追放以外の除去ですよね、まあ、喉首だったりとかすると2回押さなきゃいけないっていうのがめちゃくちゃ強いですしっていうので、やっぱりこのカードのおかげで、まあ、デッキのね、相手を倒す速度がすごい速くなったっていうのはすごいでかいポイントかなと思います。はい、でもう一つがこちら逃げ話ですね。2マナのエンチャントの瞬速で出た時に、まあ、対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体対象してマイナス3マイナス3修正を与えるっていう、まあ、今の環境だと結構嬉しめの状況ですね。に追加で相手がコントロールしているクリーチャーを呪文を持たないかのように呪文や能力も対象にできるし、誤報能力も発動しないってことで、はい、例えばですね、最近ちょっと話題になってきているのがアゾリウスのエンチャントアグロみたいなデッキ、まあオーラというかヒロイックというか、その辺がまたちょこちょこ流行ってきてると思うんですけど、そういうところって呪文で対抗するんですよ。はい、ね、逃げ話ってそれを貫通できるんですよね。それが結構でかくて、はい、まあ除去しながらね、誤報くっつけるやつだったりとかもいる関係上、こういうね、通常の除去よりもこういう逃げ話の方が強いのかなって思います。で3位ですね、こういう逃げ話だったりとか場持ちがいい、こういう止められる残機みたいな感じのやつが来たことによって、バイパーがめちゃくちゃ強くなりまして、はい、今までねバイパーのためにいろいろとしてたってところはあったんですけど、適当に除去するだけでバイパーが5マナとか4マナとかで出てくれるようになるんですよね。これが結構でかくてですね、止められる残機で相手のライフを半分にすると、バイパーってライフ受け出されるのが一番嫌で、ハンドと盤面持ってきるのがめちゃくちゃでかいんですよね。で、まあ、今までも一応クロタンでバイパー使うタク自体はあったんですけど、まあハンデス生物だったりとか除去とかしながらねバイパー出すんですが、その後もね早すぎるタイミングで出すバイパーってそんな強くなくて、はい、そこに対してこういう逃げ話とか山賊の才能とかでちょこちょこねこちょこね詰めながら、まあ、この辺の山賊の才能逃げ話とか残機とかを食いながら出てくるバイパーがすごく強い状態まで持っていけるっていうのがこのデッキの強みかなと思います。はい、まあ、そこ以外はね今まで通りなんですが、1マナの除去だけちょっと多めに採用してあります。今の環境ちょっと赤タンが多いので見栄え損ないだったりとか、靴ある選定みたいなそういうところに対して刺さるカードと、まあ、靴ある選定はこういう残機みたいね、蘇生してくるような対面に対しても結構強いので、オルタフミットかなとかにゾラリーレンとかに対しても強かったりするんで、まあ、こういうのでいいのかなと思います。まあ、基本的には除去コンチックで、まあ、リソースは残機とか使ってくる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 しながら戦っていくよって感じなんで、噴水口とかバイバーとかこの辺のゾズに任せる感じですね。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率については7000ぐらいやって5勝ぐらいかな、多分75% ぐらいまでは持っていけるのかなって思いますね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手除去ハンドはキープでいいと思います。キープしましょう。まあ腐る可能性あるんですけど、まあタイミッドレンジだったらベリアナが通るはずなので、うん、まあそんな悪くないかなと思います。島どれだろうな、アゾリウスどれだろうなそう、まだ結構パターンがいくつかありますからね。うん、完全にコントロールなのか
それともまた別のやつなのかっていうのが気になるところではありますけどな。なるほど、メンター。まあこれは靴がある選定カーでいいかな。ちゃんと追放しておきましょう。うん、でこの対面だったらベリアナがそんないらないかなと思うので、うん、ベリアナはハンデスしちゃいけないんですよ。うん、ハンデスしちゃいけなくて、使えるのがまあ相手の除去だけなので、下手にハンデスしちゃうとね、あのリアインでポンって出てきちゃうんでね。まあここは一応除去するために置きましょう。あの次は出たおもちゃって結構強くて、うん、まあ蘇生されるとどうこうっていうのはあるんですけど、一応まあ帰ってきてもなんとかなるぐらいの手札は揃ってるんで、まあ触りづらいは触りづらいんですけどね、揃ってるんで、うん、まあいけるかなと思います。あとはどっかのタイミングで黒特木をスキャストするっていうのが大事かなって感じですね。うん、まあ見栄え損ない黒特とかでね、この継ぎ合いだおもちゃとか落ちるんで、でここのウセロに関しては結構ありがたいです。うん、あのベリアナがねハンデスはしたくないので、この対面本当にハンデスしたくないんで、あー飛行カウンター乗せ、はい、まあ、とりあえずターンもらって、あーこれは山賊の才能カードでいいでしょう。カッパとかあるかな。そしておもむろにプラス1カウンター乗っけてみようとしてみます。うん、あーいいね、靴ある選定。まあ一旦黒と、いやこのカウンターされたくないか。8点ぐらい受けたら受けたなんですよね。目玉くんが多分蘇生されるので一旦パスにしましょうか。うん、一旦パスにして目玉蘇生に対してのどくび当ててっていう感じにしようかなと思います。8点カッパとかは多分ないとは思うんですけど、一応ケアできるならしておきたいかなぐらいです。うん、ターンもらって、まあ一応これだったらまあ最悪この黒特木カウンターされたとしてもね、靴ある選定でもう一回動けるんで、そんなに悪くない状態かなと思います。ほい、まあレベル3にはそれ必要ないですかね。でこの段階で手札カッパなんじゃないかなっていうのが、まあ少なくとも残り1枚の手札カッパっぽい気がしますね。うん、ドロソ絡みとカッパっぽいというか、そんな感じな雰囲気です。弾かれに行くのはありだとは思いますけどね、対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手除去ハンドはキープかなと思いますね。土地1枚2枚ぐらいは欲しいかなと思います。対ゴルガリはこの止められる残機とベリアナがめっちゃ強いんで、ベルマークリアニですね。リアニの中でもあれかな、山賊の才能はこのタイミングじゃない気がしますね。うん、まあリアニというか、あの戦慄用事しながら戦ってくるタイプだと思います。ほいほいほい、なんでベリアナ早いうちに置いちゃっていいかな。うん、ベリアナ早いうちに置いちゃってプラスから入っちゃう方が強い気がしますね。でこの対面山賊の才能がそんなに有効的に働かん気もしますけど、まあするんで一応こっちからいっか。うん、除去が盤面のベイルマークだったりとかに使わなきゃいけなかったりするんで、うん、特にホーントウッドの金切り魔に関しては絶対に処理しなきゃいけないカードなんでね、落としましたけどね。うん、まあベリアナに対して除去をね切ってくるならそれはそれでぐらいな感覚でいきましょうか。ホーントウッドこっちが欲しいところ引けましたね。これは逃げ話1枚落として、まあブロッカーとして欲しいのは、まあ優秀なのは止められる残機だと思うので、こっちから行くでいいとは思います。そろそろベイルマークとかに対してはベリアナのマイナスとかで落とせるようになってきてるんで、うーん、それか
眠らずの小屋に関してをブロックしに行くっていうのも卓になってくるかなとは思います。うん、残機がね普通に強いんでこいつ。まあベイルマークのアクティベート前にアクロゾスが着地してくれるとそれはそれでぐらいの感覚なんですけどね。うん、はい、のど首、ここへのど首切ってくれたんで、まあ結構ありがたい形になってるかなと思います。こいつねハンド2枚持っていけるんで、ちび骨、あいつに対してマイナスは切りたくないですけど、どうやら土地は引けてないっぽいんだよな。まあゾズ引けたならゾズか、一旦マイナス打っちゃっていいでしょう。アクロゾスに対してマナを使うと眠らずの小屋がアクティベートできないんでベリアナが残るんですよ。でメイルマーク1枚目に関してはベリアナで落ちるんで、うん、で今んとこ戦慄用事もしないからホーントウッドがひっくり返るってこともないんです。なんで結構楽になってるかなとは思いますかね。うん、でベリアナは多分そろそろ賞味期限も切れる頃合いだと思うんでね、ゾズに対して除去当ててくれるならそれはそれで OK です。うん、インスタント除去、まあ、それは OK、 ひっくり返しましょう。まあ逃げ場なしでいい、ちび骨落とします。まあベリアナも賞味期限切れですね。うん、まあ残機が普通に起きてブロッカーに回ってくれれば OK でもあるので、うん、コウモリに対してのどくび当てたい気持ちはあんまないんですけどね。2枚目が飛んできたら当てなきゃいけないかなぐらいですね。で多分この対面はベイルマークよりもホーントウッドの方がダメだと思います。うん、ベイルマークよりもホーントウッドの方が多分ダメなんで、除去はホーントウッドに当てることになるかなとは思いますね。うん、サルベージはグリッサ。いやでもこれコウモリここにいるのも良くないかですね。飛行持ちがここにいるの良くないですね。落としましょうか。ベリアナプラスで一旦残ってほしいんで、できれば土地の方が良かったですけど、これバイパーが66なんで一旦バイパー立てますか。うん、残機こういうところとかでも結構ねありがたいんで、あ、まあ、先殴ったら殴ったあったかな。うん、こういうとこにいるね、さくれる残機とか結構楽なんで、うん、まあこういう動きも全然ありかなと思います。はい、ホーントウッド、まあ相手目線このターンはグリスタと戦いたんだと思うので、でベリアナは捨てるターンですね。相手ベイルマークしか多分捨てれないんで、おう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 、これだったら残機ベイルマーク落ちてグリッサは顔いけないよな。ならプラスでいっか。うん、グリッサ顔いけないんで残機2枚目立てておきましょう。グリッサこっち殴ってきたらこっちからバイパー殴れるようになるんで、それなら私としては OK なんですよ。まあてか全然別に残機でブロックしますけどね私は。いやこの残機くん強いね。うん、スクリューパイルドライバーあたりをしてくれる可能性がありますよ。 A こっち、そろそろ行って一旦ベリアナマイナス使いたいかな。相手のミシュランが落ちてくれるなら OK です。うん、土地破壊できましたね。多分ね5マナ以上あったらホーントットの金切り魔から一緒にピョンって出てきてめんどくさいこと起こしてくるんで、うん、これでゾズもアクティベート、バイパーは殴ります。もうベイルマークに殴られるのも怖くないですね。うん、これ合計8点分持っていけるんで、
次のターンにグリッサでブロックできないとかそういう次元まで持っていけるんでね。うん、対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手除去ハンドはキープですね。うん、赤弾だった時に絶対キープしなきゃいけなくなるんで、はい、赤弾ですね。うん、まあ一旦切り崩し落としておきましょう。1点ならギリ切り崩しで OK だと思います。2点以上になった時に見栄え損ないで処理したいので、まあ基本切り崩しからでいいかなぐらいな感じです。うん、あ、土地がないのであればこいつに見栄え損ない打ちましょう。おい、土地1キープ、クリーチャーとスペルで固まってそうですね。即走、これ相手のカード2枚と分派が交換できれば OK の分派を置きますか。うん、てかなんなら放置でいいな、こいつブロックしなくていいですね。分派殴ってトークン出してあげるで問題ない気もしますね。手札に一応除去があるんで、おー、いいね。なら一旦分派殴りましょう。先に即走は落としておきますか。うん、逃げ話はね、タフネス上がっちゃうと無理なんですけど、普通ある選定は、まあ、相手のタフネス上がっても落とせるんで、うん、あとはこっちの方がね、裏の裏までとかが飛んできたとしても消せるんで、こっちの方がいいかなと思います。うん、はい、ターンもらって、おお、ゾズいいね。まあダブルパンチでいいとは思いますけどね。おい、2枚でしょ、裏の裏。まあ裏の裏だったら靴ある選定で一旦取りますか。クリーチャーが出てきてないので、そろそろクリーチャー引けなくなったかな。はい、ふんぬ、追加でなんかは多分つけないよな。うん、いや、これだったら分派と相打ちしてゾズ立てた方が強いですね。うん、4点プラス、こいつって死亡自由発で私は知らないんですよ。ダメージが倍になるわけじゃないので、ここは一旦ゾズを置けるターンだと思います。むしろここ以外で置けないかな。ここ以外だと多分靴ある選定打ってから置くことになると思うんですけど、こういうハンコンのやつらは早めに置いときたいんで。うん、はい、ショック、ショックとか2枚こいつに吐いてくれるなら OK だと思いましょう。うん、おい、殴らない。うん、ただ土地が今のは多分殴り欲だったと思いますけど、土地がな、いや、ここ土地じゃなければ多分こいつひっくり返してどうこうはできてたんで。うん、まあ殴ってきたらダブブロでいいとは思いますけどね。タフネス上がるカードあるかな。まあこれならいっかですね、これならいいですね。なら普通ある選定を打っておくメリットもありますが、まあライフ2点ゲインして22、いや打っとくか。あの次のターン、アクロゾスひっくり返したいんで。うん、危なかった、危なかったですね。で、解体爆破は別に打ったところで山が飛んでくるだけなんで打つ必要はないと思います。で、手札3枚から投げ飛ばし込み、土地2枚から投げ飛ばし込みだったとしても、15点飛ばないと思うんですよね。うん、せいぜいここでプラス5点が飛ぶ程度だと思うので、これは山賊の才能からでいいかな。巨怪な怒りとかなんかもう1枚ありそうですね、これ。ああ、なるほどね。まあ、殴ってディスカードしてもろて、これ
珍しいな。まあレベル3にしますか。ほい、レベル3で、まあドローまで入れて、あ、私のドローステップだったわ私のドローステップでしたね。手札1枚マナ2枚から、盤面のこいつだけだったら知らないんで、悪獣、まあ2ドローの、あー、のどくびも引けましたね。あー、残機、あー、やりたい放題ですわ。合計8マナ、ライフこんだけだったら、これはバイパー、ザンギ、いや、ザンギである必要ないか。普通にのどくび構えとけばいいですね。これ突破するのが相当大変だと思うので、あ、でもここ落とすならザンギでいいです。いや、でもこれスクリューパイルドライバー決めるより先にアクロゾスが全てを粉砕しそうなんで、はい、まあ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 、まあ、これって多数を切り上げですもんね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあこの機の強みっていうか、まあそういうのはしっかりと出てたのかなと思います。ちゃんとハンデスもしながら除去もしてっていうのが強かったりとか、まあバイパーの詰める性能ですよね。山賊の才能を割ってでもバイパー出した方が早い可能性がすごい高いんで、まあ出せるタイミングポンって出してあげるのはすごいいいのかなと思います。また残機とかって、あの、やっぱりあの摂取を持ってるんで防御性能も結構高いんですよ。防御もできて詰める速度も速くてっていうのも含めて、まあ分派に変わってまた別にいい感じにはなるのかなと思います。まあその分一応分派も入ってるんですけど、まあ初動熟に使って、まあこの辺の1マナ2マナ駅ですよね、を熟に使って、まあこの辺の3マナクリーチャーとかベリアナとかで戦ってあげるっていう、まあ綺麗な動き自体はできてますし、まあ土地とかでもね戦うことできるんで、それ含めても結構いい感じのデッキかなと思います。ただ弱点らしい弱点はありまして、一応墓地メタとかはしてるとはいえ、あのコンボデッキ苦手なんですよ。はい、まあハンデスとかはするんですけど、ボチビオコンボが最近多いっていうのも含めて、あんまあの相手にセルフでハンデスさせたくないことが多いんですよね。ベリアナ除去にしか使えなくて、その後プラス1 しづらいよみたいなことも多かったりするので、はい、まあそういうののために駆け抜け校入ってますけど、まあその辺は、サイドからね黒力戦とか入れてあげるみたいな感じで、まあ BO3 でやるのは戦ってあげるのが楽なのかなと思います。はい、それとまあ対赤タンですね、こんだけ除去めちゃくちゃ厚く組んでるんですよ。合計で、16枚ですか、16プラスベリアナはまあ除去特性カウントシーがちょっと微妙なんですけど、まあ18枚ぐらい除去が入ってる状態で、赤タンって赤力戦が今回の力戦かなが飛んでくると、余裕で貫通してくる可能性があるんですよ。はい、なんでまあアデキは相当終わってんなっていう話ではあるんですけど、まあまだそこに対してもね対抗できる方ではあるんですよ。まあ追放除去の、まあ、ライフゲインができるカードと、まあ、マイナス除去とかで対抗できる分でまだマシに戦うこと自体は可能なんで、他に比べたら全然いいかなっていう感じですね。はい、まあゴルガリミットみたいな、追放を持ってない除去後に対してはこういう残機とかがめちゃくちゃ強いですし、まあ、そこ以外にも相当強いデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは